レオポルト3世は、ハプスブルク家出身のオーストリア公、単独のシュタイアーマルク公、ケルンテン公、内オーストリア公。ローマ王アルブレヒト1世の孫で、オーストリア公、アルブレヒト2世とその妻ヨハンナ・フォンプフィルトとの間の、末息子。兄にルドルフ4世、フリードリヒ3世、アルブレヒト3世がいる。後に神聖ローマ皇帝くらいの世襲化を果たす。 レオポルト系ハプスブルク家の祖。1365年にルドルフ4世が死去した後、アルブレヒト3世と共に、ハプスブルク家領の共同統治者となったが、1379年に、所領を分割し、レオポルトは、シュタヤーマルク、ケルンテン、クライン、コリツヤ、チロルなどを単独統治することとなった。1386年、ハプスブルク家の再興を図るために、 スイス西部への勢力拡大を企んだが、3倍以上の兵力を率いていたにもかかわらず、名役者同盟の反抗にあって、全パフ派の戦いで大敗、戦死した。1365年に、ミラノの戦士ベルナボ・ービスコンティの娘ベルデと結婚し、6死を設けた。ありがとうございます。